イベタラジチョバー、イベタラジチョバー、イーベタラディコバー、旧姓、カラフィアートバー、クラフィアトーバー、1956年12月7日隊、は、スロバキアの社会学者、政治家、首相、2010年7月8日から2012年4月4日、中道右派政党スロバキア民主キリスト教連合、民主党、SDKDS の副党首。 2009年大統領選挙に立候補したが、決選投票でイバ、イヴァンがシパロビチ敗退。2010年国民議会選挙では、党の選挙対策本部長を務め、中道右派四党による、連立政権の首相に就任した。同国における初の女性首相である、ブラチスラバ死旧市街区ネドバルオワー通りで生まれる。かつてコシテシでジャーナリストを目指していた父親は、者として、 ブラチスラバ市内の印刷所に勤めていた。家庭の生活水準は低く、兄は自身の出生前に他界している。1975年にコメンスキー大学社会学部を卒業。1989年までスロバキア科学アカデミー社会学研究所の家族、政策研究班コーディネーターを務めた後、母校コメンスキー大学社会学部の講師となる。 この間1990年には英国オックスフォード大学に留学した。1990年から1992年まで非共産主義政治組織、暴力に反対する講習、VPN、ベホナストプロッティネイシルに参加したが、特段の活動は行わないまま政治活動から離れ、1993年から1997年まで、史跡、 アカデミーアイストロポリターナ副所長、2005年までコメンスキー大学政治学部講師を務めた。同年、社会学部の教授となり、スロバキア科学アカデミー社会学部長に就任したが2007年に退職。以後コメンスキー大学社会学部講師を務めている。夫は、元社会学者で人気コメディ脚本家、司会者でもあったスタノラジチ。2005年に死別した。 スロバキアにおける社会政策研究の第一人者である実績を買われ、任期途中の2005年に辞任したリュドビートカニークの公認として、第二次ミクラーシュズリンダ内閣の労働、家庭、社会問題人を務めた。後2006年国民議会選挙に立候補して、初当選し、スロバキア民主キリスト教連合、民主党、SDK、DS、 スラベンスカ・ディーモクレアティカ・ A、クレストンスカ・ニア・ディーモクレアティカ・ストロ・ナに入党、党の社会問題、保健担当副代表に就任した。2009年大統領選挙に、SDKDS の他を派政党後党の指示を受けて、立候補し決選投票に進んだが、得票率44.47%で現職のイバン・ガシュパロビチに及ばず敗れた。 大統領選直後の同年4月には教育法改正案の議決時に演壇にいた同僚議員の分も投票した行為が明らかになり議員を辞職した。2010年国民議会選挙では自らの政治資金疑惑で立候補しなかったツリンダ党首に代わり選挙対策本部長として党の顔を務めた。SDKDS の得票率は15.42%で 改選前より3議席少ない28議席に留まったものの第2党の座を維持。第1党である方向、社会民主主義、スマー、SD、スマー、ソシャルなディーモクレシャと連立を組むロバキア国民党、SNS、スラベンスカナードナストロナと人民党、民主スロバキア運動、SHZDS が惨敗して与党が過半数割れしたことに伴い、 スマー SD のロベルトフィソ首相による連立協議の申し入れを拒否した上で中道ウハ4党による新連立政権を組閣。スロバキア発の女性首相となった。ラジチョバー政権は民主化後初めて閣僚全員が旧チェコスロバキア共産党及び旧スロバキア共産党の党員歴のない内閣となった。2011年10月11日には ギリシャの金融危機をめぐり欧州金融安定ファシリティ、FSF フフの機能強化を問う、採決の際にラジチョバーの内閣信任案も同時に採決され、共に否決されたため政権は崩壊。これを受け野党が求めていた、総選挙の2012年3月繰り上げ実施を受け入れ、FSF フフ機能強化案は10月13日の再投票では可決された。 2012年3月10日に繰り上げ実施した国民議会選挙では SDKDS は11議席にとどまり敗北、スマー SD が過半数を制したため首相を退任することとなった。選挙後の5月3日、副党首を辞任すると同時に SDKDS から離党した。今後は政界を引退し、来年度よりイギリスのオックスフォード大学で教鞭を取る予定である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。